学校法人、藤田学園、藤田医科大学、藤田医科大学岡崎医療センター。藤田医科大学岡崎医療センターは、愛知県岡崎市にある、藤田医科大学の付属大学病院。2020年4月7日会員。岡崎市と、高田町の財政支援のもと、入院、手術に対応できる24時間365日体制の2次。 救急医療機関として建設された。JR 岡崎駅南西の浦部川隣接地域は、駅の近くにありながら、公共施設がほとんど整備されておらず、道路沿いのみ宅地化が進む傾向にあった。そこで、2010年3月25日に、岡崎駅南土地区画整理組合が、設立認可を受け発足。浦辺川改修事業の実施に合わせて、41.17ヘクタールを、 事業区域とする土地区画整理事業が着手された。一方で岡崎市は一般病床の不足が懸案事項となっており、そのことが救急医療をはじめとする救世機療を困難な状況にしていた。2012年10月、岡崎南部に総合医療センターを建設するために、岡崎市医師会と協議を進めることを選挙公約に掲げた全県議員の内田康弘が、 岡崎市長に初当選。市と岡崎市会は、医師会が所管する岡崎交代医療懇話会において、西三河南部東医療圏に450床程度の病院が整備可能であることを確認。民間事業者が新病院の建設計画を市に、相談した場合の対応について意見交換を行った。2013年、豊明市の藤田保健衛生大学病院の 分院建設を考えていた、藤田保健衛生大学と、岡崎市、岡崎市医師会との協議が始まる。2014年5月29日、学校法人、藤田学園は、岡崎駅南土地区画整理事業区域内の保留地の一つ、生活支援ゾーン営外区に、大学病院を開設することを発表。市及び土地区画整理組合と建設に関する協定を結んだ。 救急搬送を24時間体制で受け入れ、入院や手術が必要な重症患者に対応した2次、救急病院となるため、市北部の岡崎市民病院に集中している救急搬送受け入れの負担軽減につながると期待される。この時点では、建設用地約2.97ヘクタールは、藤田学園が土地区画整理組合から約30億円で購入するとされていた。 2015年3月27日、建設用地は岡崎市が岡崎駅南土地区画整理組合から購入し、藤田学園に10年間無償で対応することが定められた。同年4月、同組合は生活支援ゾーン B 外区の事業予定者をユニー、C 外区を DCM カーマに決定した。8月26日、 大学病院整備に対する岡崎市の財政支援について、高田町が経費の一部を負担することが定められた。2016年12月21日、市議会定例会において、総事業費約200億円に対し財政支援の上限を岡崎市、高田町合わせて50億円とする条例案が可決される。2017年2月23日、 新病院の概要及び完成予想図が発表される。病院名が藤田保健衛生大学岡崎医療センターに正式に決まる。同年7月25日、ユニーが B 外区への出展を断念したことが明らかとなった。12月21日、市議会定例会において建設用地を市が30億5000万円で購入する議案が可決された。 10年後の無償化付が終了した時は、用地は、市が購入した価格で、藤田学園に譲渡される。12月27日、組合は、B 外区の新たな事業予定者として、伊藤中商寺を優先交渉権者に選定した。2018年、A 外区の軟弱地盤対策の造成工事が終了。同年4月1日、藤田学園への土地の無償化付が開始。 同年5月12日、病院工事の安全祈願際が行われる。設計は、大林組とプランテック総合計画事務所。施行は、大林組。病院側は、同年1月から6月にかけて、建設地で26種類の有害物質に関して、自主調査を実施。一部の区画で、鉛やヒ素、フッ素などが測定された。 土壌汚染対策法の基準値に比べ、最大で10倍の測定量があった。同年10月10日、藤田保健衛生大学は、藤田医科大学に改称2019年3月11日、愛知県警察の加藤達也本部長は、岡崎警察署、岡崎駅南土地区画整理事業 CE バイクへ移転する計画があることを明らかにした。敷地面積は、 1> 約1ヘクタールの予定。前述のヒソ、フッ素などの加工物の汚染度の除去費用が8億8、322万4、0円とあまりに高額だったため、藤田学園は土地の隠れた貸しにあたるとして、岡崎市に早期の生産を求めた。市は土地の売買が確定していない使用対策中に発生した事案であり、貸主に貸し担保責任はないと述べ、 これを断り続けた。両者歩み寄りの結果、市は民法第595条に定める特別の必要費または有益費と解釈することで負担に踏み切った。そしてその条件として使用対釈契約が終了する2028年に土地を上等する売買契約が正式に交わされることとなった。土壌処理費の総額10億6196万円の うち、市は8億8、322万4、0円を負担し、藤田学園は、基準値の超過がなかった場合の土壌処理に用した、費用として、1億7874万円を負担する。2019年時点の土地の評価額は、市が、組合から購入した時の30億5 0万円から3.9%、上昇し、31億7 0万円と増えていたが、 当初の予定通り30億5000万円で藤田学園が購入する。売買代金は2019年度から2023年度までは各年1000万円、2024年度から2026年度までは各年6億円、2027年度は12億円を各年度末までに納付し、計9年間で全額支払うものとする。土地の所有権は 全額納付が確認できた時点で、藤田学園に移転する。これらを定めた議案は2019年12月20日の市議会定例会で可決された。2020年3月16日にオープンした駅、南中央公園2020年1月31日、建物が藤田学園に引き渡される。それから間もない二月三日、乗客百六十六人と千四十五人の 乗務員計3711人が乗船していたダイヤモンドプリンセス号が横浜港に寄港した。2月5日、船内で新型コロナウイルスの感染者が10人確認され、同日からクルーズ船に対して14日間の検疫が開始された。船内感染者が450人を超え、感染者の受け入れ先確保が急がれる中、厚生労働省は二月十六日、 会員前で入院患者に感染させる心配がないことから、岡崎医療センターを受け入れ先に選び、乗員乗客の収容を要請。藤田学園は、翌2月17日、無症状感染者と濃厚接触者の受け入れを決定した。受け入れは2月19日未明から同月26日まで行われた。当センターは、医療機関の認可を受けていないため治療ができず、 2月21日までに13人が肺炎の疑いなどで別の医療機関に搬送された。3月9日をもって乗客乗員ら計128人の全員が対処した。同年3月11日から専門医立ち会いのした院内の消毒・清掃作業が約1週間かけて実施され、藤田学園は万全の体制を整えるため、 当初4月1日としていた岡崎医療センターの開院日を4月7日に延期した。初代委員長は、富士大科大学岡崎病院準備室長の神瀬、吉和が務め、医師や看護師ら医療スタッフは、最大で約700人になる見通し。ガ治療や救急医療が主力になる。休診日は、日曜日、祝日、年末年始。同年3月16日。 岡崎医療センターの西側に面積約2ヘクタールの駅南中央公園がオープンした。緊急輸送に対応するヘリポート兼用広場が設置されている。同年7月1日、手術支援ロボットダヴィンチを用いた肺と直腸、前立腺、腎臓の4種類のがん手術について保健診療が適用された。ありがとうございます。